皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島からお送りしています今ちょっとマイクのコードが絡まっちゃった。今日もね天気いいです。うちの愛犬パオも走り回ってますが、今日もねメール紹介させていただきます。毎日ねたくさんのメールいただいてありがとうございます。全部紹介できないのが残念ですが、まず最初のメールです。誠さんこんにちは。何度かコメントを送らせていただいている K です。K さんということにしておきます。フィリピンに渡航できるようになったら移住予定です。フィリピンにいる彼女とアパートを新たに借りて暮らそうと考えています。今彼女が住んでいるところは快適とは言い難いので。新しい快適なところを借りるってことですね。電化製品や一用の家具などを揃えようと思っていますが、大体の価格でいいので教えていただけると助かります。アパートを借りる費用は別として、高級品ではなく普通のもので揃えれば10万ペソもあれば十分かと思っていますが、いかがでしょうか。スクーターも買おうと思っているので、初期の出費を抑えたいのが本音です。お時間のある時にでもお答えいただけると助かります。よろしくお願いします。はいはい。家具なしのアパートってことですよね。そしたら借りるのが。家具何買ったんだろう。普通に必要な冷蔵庫がうちが使っているもので、一応1週間分ぐらいのね食料を貯めとけるぐらいの冷蔵庫ですが、2ドアのもので、パナソニックでうちはね14,000ペソでした。扇風機がねサービスでついてきたりして、それもパナソニックのやつですけど、冷蔵庫がだいたい14,000-15,000ペソで、安いものを買えます。でテレビが、32インチの、普通の液晶テレビですよね。それがフィリピン製とかでもあるんで、それが約ね1万ペソぐらいですね。だいぶ安くなってます。で日本生産ではないですが、3用の32インチのテレビも半年ぐらい前だったかな、見たらやっぱりね1万ペソちょっと11,000ペソとかそんなもんでありましたね。うちで使ってるのはねフィリピン製の1万ペソのテレビです。前使ってたのがね雷でダメになってしまったんで。であとはね DVD プレイヤーなんかがそうだな 2,000ペソも出せばそこそこのが買えますね。あと家具っていうとテーブル、ダイニングテーブルとか椅子なんかも買うんだったらだいたい1万ペソちょっとぐらいでそこそこ使える椅子が4脚ついてなんていうのが買えます。もうピンキリなんで。でちょっとね場所が分かんないんですけど、どこでも木工でねいろんなもの作っているところっていうのが探せばねどこの町でもあるんで。でフィリピン人ねすごく器用なんですね、そういうのを作るのが。ただ壊れやすいものもあるんで、ちょっと構造なんかをよく見て買えばいいんですけどね。テーブルとか椅子ですとか、あとベッドが、ベッドの枠自体がうちで使ってるのが5,500 ペソだったかな。5,500 ペソっていうと12,000-13,000円ですか。あとはベッドのマットレスがねスプリングマットレス、普通ね、皆さんが日本で使ってるのと同じようなのが、大体ね54インチ、日本でいうねダブルより気持ち数センチ狭いぐらいのが 8,000 ペソから1万ペソでそこそこのが買えます。でうちはねスプリングマットレス買おうと思ってたんですが、硬質のスポンジマットレスにしてます。そっちの方が安いんです。5,000ペソぐらいだったかな。もっと安いのもあるんですが、あんまり安いのだとすぐペタンとなってしまって腰が痛くなるんで。でなぜうちがねスプリングマットレス買わなかったかっていうと、2人でいつも寝てるわけですよね。でスプリングマットレスってねどっちか1人が動くとね結構マットレスが揺れたりするんですよ。でなんていうのコイルスプリングで独立したスプリングのいいのなんかもね日本にありますけど、結局上にベッドパッドを置いたりとかするとやっぱり彼女と暮らすわけですよね。で2人で寝てるとスプリングマットレスね、どっちかが動いたり先に起きたりすると揺れてしまうっていうので、あえてうちはスポンジマットレスを選びました。これはもうね好みなんで、マットレスがねそんな感じの値段です。あとエアコンがこっちフィリピンで一般的なの一体型のやつ、壁にドーンとつけちゃうやつですね、室外機のないやつ。それもうちパナソニックのなんですけど、あれどこだろう、ベトナム生産かな、どこなんだろう。一番ちっちゃいやつです。それがねちょうど1万ペソぐらいで、一体型のやつでもねインバータータイプなんていうのがあって、なんか温度を一定に保つのがね、きめ細かくコンプレッサーのオンオフを切り替えてくれるようなんで、3万ペソ弱ぐらいで結構出力の大きいのも売ってます。であとはねセパレート型、その室内につけるのと室外機が別個になってるので、だいたい3万ペソぐらいから5万ペソも出せばねかなり上等なのが買えますが、うちはね、一体型の安いエアコンを選んだっていうのが、壊れてしまった時ねなかなかその修理をうまくできる、こっちでテクニシャンとか言ってるけどそういう方がねなかなかいない。掃除しただけで「はい治ったよ」なんていうような人も、今までのね経験で多かったんで、本当はねセパレート型の方が騒音が少ないっていうのが、これがもう一番の利点なんですね。一体型だとどうしてもコンプレッサーのスイッチが入った時なんかドゥンなんて音がするんですね。でそこら辺ねデメリットです。ただね取り付けが楽で故障した時の場合、僕も修理ってね考えてないんですよエアコンは。うちの1万ペソなんで3年間使えれば36ヶ月でしょ、1月あたり300ペソぐらいじゃないですか。でもう調子悪くなったら壊れたって言ったらもう新しいのつけちゃえって、もうそういう考えでやってたんで、安いのをね使ってます。で寝室にしかつけてないんで、なんていうのかな、一番ちっちゃい出力のやつでもものすごく早くよく効くんで、考え方次第ですねエアコンに関しては。うちの場合はそういう一体型のね一番ちっちゃいのを選びました。であと何がいるんだろう、彼女がカラオケが好きいるなんて言ったらね、DVD プレイヤー、その何千曲も収録されてる DVD も入ってるのが3000ペソちょっとで、アンプが結構いいやつで5000ペソぐらい。あとはねスピーカー、バラバラに買うんだったらねそうやってスピーカーが3000ペソぐらいからありますね。結構いいのがっていうのは、結局フィリピン人のいいのはっていうのは低音がねドンドンって出るやつがいいものってなっちゃうんだけど、アンプスピーカー一体型でそうやっていいのがね5、6千ペソぐらい、もうちょっとするかな、6、7千ペソぐらいですかね。あと扇風機がね1台1000ペソちょっとぐらいからいろいろありますが、扇風機はねあんまり期待しない方がいいかな、僕は消耗品だって考えてます。とにかくねよく壊れる、1年持てばねよしとしてますが、いろんなブランドが出てますね。アサヒだとかねなんだとか、日本っぽい名称がついてるけど、大体がフィリピンか中国で作ってるものです。でもねうちパナソニック製品が多いんですが、生産国が日本でなくても一応日本のねそのブランドがついてるんで、クオリティとしては他のものより多少いいかなって気がしてます。まだ壊れずにね動いてるパナソニックがもう2年ぐらい使ってるのもありますから。あと家具でいるったら何、冷蔵庫でしょ、テレビ、テーブル、ベッド、そんなもんかな。あとは椅子、そういうのを置くんだったら、予算を抑えたいんだったらバンブー、今も僕こうやってねバンブー竹でできてるこの久保って東屋の中にいますけれども、バンブーのチェア応接セットみたいなのですね、うちで買ったのでは3人掛けの椅子と2人掛けの椅子、あとは1人掛けのが2つついてて、それとねテーブルもついてて、椅子が3人掛け、2人掛け、1人掛けが2つで、あと2つでしょ、でテーブルでその5点セットで3500ペソなんてすごい安い値段で買えるんですよ。3500ペソからね4000ペソぐらいで今でも買えると思います。特にね本当にフィリピンで竹っていうのがこのなんだろう、資材の中で一番安い方に分類されるんで、こういう今僕がいる久保とかもそうですし、一般のうちなんかの壁にもね、竹をこう編んだようなね、バンブーハウスなんて言われてますけどね、そんなのもできるぐらい竹製品はとにかく安いです。そこら辺ね、予算に合わせて選んでもらえばいいと思います。全部で総額で10万ペソぐらい十分じゃないかな。冷蔵庫が1万5000ペソ、テレビが1万ペソでしょ、でベッドが入って、ベッドのマットレスが入って 6万ペソ7万ペソ、エアコンのあたりまで入れてもその普及品で選べば7万ペソぐらい。あとはね、アパートでよくあるのが温水シャワーがついてないなんていうのありますよね、水シャワー。温水シャワーね、大体のところアパートで、快適に暮らせるようなアパートだと温水シャワーついてないところでも簡単につけられるようになってるんで、温水シャワーの電気式のですね、装置がだいたい5000ペソぐらいからあります。で、水圧の弱いところ、あるいはそのアパートの2階なんていうと水がなかなか出ないなんていう時、シャワー浴びらんないんで、そういう時はね、温水のその給湯器にポンプがついてるのもあるんですよ。スイッチを入れるとその電動でね、水をギュイーンって吸い上げながら温めてくれるっていうのもあるんで、2階なんかに住んでる方はそういうのを選んだ方がいいかな。こっちのね、夏の間3月とか4月ぐらいは雨も少なくなって水使うところも多くなるっていうのがあるんで、水不足になるとシャワーがねちょろちょろしか出ないって、そうなると水流が弱いと温水のスイッチが入らない、ヒーターのスイッチが入らないってこともあって、ちょろちょろのね水シャワー浴びなきゃいけないなんていうことも出てくるんで、もし選ばれるアパートが2階であるならばポンプ付きのね、そのシャワー温水ユニットを買った方がいいと思います。それが7000ペソから8000ペソぐらいになりますね。そんなもんも入れても10万ペソでしたよね、あれば十分だと思います。でスクーターはね、ホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎、いろいろありますけど、フィリピンのね各社のホームページもあるんで、6万ペソから7万ペソ、8万ペソ、10万ペソいろいろあるんで、予算によってということですよね。こんな感じで高級品を選ぶとね、これきりないですけど、高いものはいくらでもありますが、値段を抑えるんでしたら、予算をねちょっと低く抑えるんでしたら、そんな感じで揃えられます。あとはね、食器類、鍋釜なんかもいると思うんで、そこら辺はね彼女と相談されて選ばれればいいと思います。そんなの入れても10万ペソもあればもう十分ですよね。全てが揃ってるうちなんて感じに彼女は感じると思います。あと洗濯機もあるか。洗濯機もね、全自動がね1万ペソぐらいからありますんで、10万ペソ十分です。ちょっと何点かね、そのモールですとか電気屋なんか見て歩いて、いろんな商品見てね選べばいいと思います。楽しいですよね、そういうふうに。何かな、こういうのを揃えようって、家具を揃えるなんて歩くの楽しいと思いますんで、ご自分の目でいろいろ見てね選べばいいと思います。次のメール。初めてメールを送らせていただきます。これは N さんとしましょう。N と言います。63歳です。ミンドロ島のカラパンの町外れにプエルトガレラで知り合った彼女と滞在しています。カラパン僕も行ったことありますけど、プエルトガレラってリゾート地ですけど、ちょっと東側ですよね。去年の2月にプエルトガレラに行き、その後パンデミックで日本に帰ることもできずに、去年4月からなんとなくカラパンの近くに居ついています。2月から4月までプエルトガレラにいて、4月からカラパン。彼女がカラパン出身だったってことなのかな。去年4月からなんとなくカラパンの近くに居ついています。誠さんのチャンネルには1月ほど前に出会いました。新しい動画からどんどんと過去の動画に遡って見ておりました、そして先日誠さんが食料支援をしている一連の動画を見ました。胸が震えました。今もここの周辺では危機的状況が続いています。彼女と話し合い、周囲の人たちに支援を始めようと決めました。使える資金は約30万円が限度です。ここは注意というようなアドバイスがありましたら頂戴できませんでしょうか。よろしくお願いします。この方ね、今フィリピン、カラパンミンドロ島にいるっていうね、こう紹介もしていただきましたけど、去年ですね、4月5月って食料支援をしてから、こういうねメールたくさんいただいてます。それぞれの方にね返信はしてますが、今でもちょっとこの方だけじゃなくて他にもねいつ似たようなメールが来ているんで今お答えしますけれど、そうですね、注意っていうようなこと、うちはね最初なんだろう、告知をしてね、周囲の人にその支援を受けたいっていう人に集まってもらって支援をしました。で最初は自己資金ポケットマネーでやってたんですが、それをね紹介して皆さんからね支援金をいただいて16、17回続けられました。でそのやっぱり皆さんからね支援をいただいてっていう、そのなんだろう、こういうことに使わせていただきましたっていうのをねずっと撮影して出して、それで結果としてね1ヶ月半も続けられたわけですが、でもねちょっとなぁと思ったのは、本当にね困ってない人までもらいに来る、ただでもらえるもんならもらっちゃえっていう人もね正直言ってね結構来たんですね。まあそれほど裕福な方もいないんだけれども、だから今、資金がいくらでしたっけ、約30万円ってことですよね。で30万円を使うとねかなりのね米だとか缶詰だとかがねかなりの量が揃えられます。30万円ってことは13万ペソ、4万ペソぐらいかな。これをねいっぺんにわーって多くの人を集めて支援をするっていうとそういう状況が起きます。本当に困ってない人まで来るってことが起きますから、本当に困ってる人をねその彼女なり彼女の家族に聞いてピックアップして大々的に告知するんではなくて、個々に例えば100世帯200世帯にっていうんではなくて、本当に困ってるところを例えば20世帯30世帯をピックアップして、でこの状況が終わるまで、危機的状況が乗り越えられるまでの間継続して助けてあげるっていうのが本当はね一番いいと思います。ただねどんな形でやるにしろ、最後にねこの方 Facebook のねアカウントとか教えていただいてますけれども、どんな状況でどんなスタイルでやるにしてもこういうことをやるとね、カラパンってところもね、外国人の方ももちろん住んでます。僕も会ったことあるんですけれども、いろんなところからフィリピン人外国人問わず批判の声もね上がります。これはねもうしょうがないことで、何かをやろうとしたらそれを見てて面白くない人たちっていうのがいろいろに批判をしてきます。でこの方 Facebook のアカウントもねこうお持ちで送ってきていただいてるんで、いろいろな写真ですとか出してると思いますけれども、そういうのに出すとやっぱりね批判はねこれつきものです。何かやると。でうちもね、批判を受けて僕の連れ合いのマリアが落ち込んでねなんていうこともありましたが、そういうのにね負けないでください。なんていうのかな、何かしら言いたい批評家もどきの人がね必ず出てきますから、それはフィリピン人外国人、ね、日本人を含めた外国人問わず出てきます。で最初の頃ねうちもこの近くだけじゃなくてちょっと離れた漁村みたいなところに支援した時、動き回るわけですよね。本当は動いちゃいけない状況だったわけです、このパラワン島も。だけど状況を話せばね、分かってくれるだろうって、チェックポイントの人たちも分かってくれるだろうっていうんで動いてたんですけど、その時もね、かっこつけるなっていう批判だとか、もしそれで僕が捕まって名前が出たら日本人の恥だとかね、いろんな批判が出ました。ただ結果としてはね、みんなチェックポイントの人も警察官も分かってくれて、頑張ってくれって言ってくれたね、警察官の方までいるっていうことなんで、批判を恐れずにね、頑張ってほしいと思います。で、こういう方ね、去年その食料支援をしてた後で、私もやりますとかね、アドバイスくださいっていう方がすごくたくさんいて、僕の知ってるだけでもね、7、8箇所、フィリピンの7、8箇所で、僕が YouTube に上げた動画を見て、自分もやるんだって言ってね、日本人の方です。初めて周囲の方にね、援助をしていたっていう方がいます。で、この近くでもね、僕の友達スイス人のアンディっていうのがいるんですが、彼らもうちで支援してた時にね、手伝いに来てやってくれた。で、僕の友達宮田さんって人、すぐ近くに住んでる日本人ですけど、宮田さんもね、うちに来て手伝ってくれた。あるいはどっかに行くっていう時にね、その時僕車がなかったんで手伝ってくれた。で、今宮田さんもね、宮田さんの住んでる近所の困ってる方にね、援助なんかをしているってことで、そうやってね、広まります。で、本当に持ってる人が持ってない人を助けるってことが広まってきてるんですね。広まってきたんです。で、この方もね、今動画見ていただいてね、そういうことをやりたいというんで、応援したいです。で、気をつけるっていうのは誹謗中傷が必ずあります。で、そういう批評家もどきの人はね、これはもういろいろ日本人の恥になるだのなんだのって言って正論を振りかざします、いろんな形でね、批判が来ると思いますが、ご自分ではね、もうそれしょうがないですけど、その一緒にやるっていう彼女と彼女の家族にもそれは、理解してもらった上でね、始めた方がいいです。そういうことが起こるってことが、いろいろなんかやると、何にもやらない人はやっぱり面白くないから批判をするわけで、どんなことでもそうですね。去年の食料支援についてもいろいろと批判も受けて、今年入って始めた寺子屋でもね、いろいろ行ってくる人はいます。そういう人大体ね、これ言い方悪いけど、金は出さないけど口は出す、批判はするっていうことで、絶対そういうことは何にもやんない人たちですから、気にしないでください。そういうゴミみたいな連中はちょっとね、きつい言い方したけれども、ゴミです、僕にしてみれば。言わしといてください。関係ない。自分が正しいと思ったことをやればいいわけで、こういろんなことが起こってきますけれども、人を助ける、やっぱりいいことなんですよね。絶対ね、批判でくるのでね、自己満足だろうなんていうのも来るけれども、いいんですよ、助けてあげて。自己満足するわけじゃないですか。でもそのご自分がね、これからやろうとしてるってことをやって、あ、助けてあげたって自己満足だけじゃないわけじゃないですか。米をもらった、缶詰をもらったって人はそれで嬉しくなるわけですよね。ハッピーになるわけですよね。食べるものがなかったって、これね、飢えっていうものを知らない人、日本人がほとんどですよね。そういう人たちが多分ね、フィリピンにちょこっと来たことがあるとか、その程度の人がいろいろ批判をしてくるんだと思いますが、気にしないでください。で、そっか、Facebook もやってるってことでね、Facebook にそういう様子をアップしたりしたら、またそれはそれでね、批判してくる人もいると思いますが、その Facebook を見て、あ、俺もやろうっていう人が、余裕のある人が出てくるかもしれない。だからそういう活動がね、フィリピン中に広まればいいって。今ね、コミュニティパントリーなんていう、それもやっぱり持ってる人が持ってない人にね、困ってる人来てください、物をあげます、食料あげます、そういうのも広まってます。だからそういう支援もね、広まっていけばいいと思ってます。で他にもね、来てる方はね、やっぱり YouTube をやってるって方なんですけれども、自分もやりたいって、それ先月かなメール来たんですけど、その人にもねアドバイスしました。こちらでね、フィリピンで仕事をしてるって方で、時間があんまりないんだけど、そういう活動をしたいってことで、YouTube でもいいと思います。僕みたいにやって、またそれを見てね、触発される人も出てくると思うんで、どんどん広がればいいと思います。僕のこの友達でもね、今アキラ先輩チャンネルってやってるアキラもね、食料支援しました。その時もいろいろ話してね、こんなこと注意しようよなんてことも話して、でそのアキラもそうだな、寺子屋の時にもね、やっぱりそういう活動を応援するって言って寄付してもらって、あとはマニラのね、マニラいた時の友達のマサさんっていう方、海のマサっていうチャンネルやってますけど、彼からもね寄付いただいて、なんか活動するって時はね、本当に分かってる、フィリピン分かってるって人は賛同してくれます。助けよう、この状況をなんとか変えようということは、人は賛同してくれる。食料支援にしても、何かの活動をしようっていう時にでも、そのね、賛同してくれない、協力してくれない人に限っていろいろね言ってきます。いろんな方面から。気にしちゃダメですから、そこら辺をね一番言いたいんだなって。僕が勧めたのは、今勧めたのは大勢にいっぺんっていうんじゃなくて、本当に困ってる人に長く支援をするっていうのを僕はお勧めしましたけど、そうやってると今度ね、ひがみとかそういうのも出てくるわけですよね。なんでうちにやって、うちにはって、なんていうの、アンフェアだと、フェアじゃない、みんなに平等にしなきゃいけない。だけど生活レベルみんな平等じゃないわけじゃないですか。違うわけですよね。だからね、気にしちゃいけない。雑音いろいろ入ってきます。本当に不愉快なこととかも入ってくるけれども、そこら辺承知でやってください。嬉しいです、こういうことをね言ってくれる方が何人も出てきて、また新たにねこういうことを言ってきていただいた、嬉しいです。本当にね、この状況を乗り越えるまでね、みんなで頑張っていかなきゃいけないですよね。ありがとうございます。頑張ってください。またなんか細々としたことでね、わからないことなんかがあったら、僕の知ってる範囲でのアドバイスはできると思いますんで。もう一件ね、同じような方も来てて、僕前にね、去年の3月いっぱいまで、NGO、日本の NGO でね、その貧困地区ですとか孤児院の、援助なんかもしてたんですけれども、その時にでもねやっぱりいろんな形でね援助が来てました、日本の企業がメインで来てたんですけれども、企業のねその援助っていうのもいろんなスタイルがあって、なんで企業がある程度のまとまったお金を個人に出すかって言ったら、彼らにとっては宣伝活動の一部っていうところもあったわけです。例えば社内報ですとか、いろんなところでねその個人に支援をしてるんだよっていう写真を載せてね、いいことをしてるんだよっていう宣伝をしたいっていうこともあるわけです。で宣伝活動にその施設ですとかね、子どもたちですとか、そういうのの写真やビデオを使うってこともあったんですが、いいんです、それはそれで。宣伝に使ってもらっても、それによってね助かってる子どもたちがたくさんいたわけなんですね。そこら辺考え方次第ですけれどもね、何かに利用価値があるっていうんで助けてた。でもいいじゃないですか、そのお金がね多くの子どもたちを上から救う、服も買える、電気もつくって、そういうことに使われる。そういうこともねいろいろありました。僕も考えさせる部分もあったけれども、させられる部分もありましたけど、僕はねその NGO で3年間、フィリピンで活動していました。でその間はね、僕はもちろん給料をもらってて仕事としてやっていたんで、なんやかやね雑音が入ってもこれは俺の仕事だからって割り切れたんでいいんですけれども、そうやってね個人的に援助をしよう、例えばね寄付を募ろうなんて方もいると思いますが、これ仕事じゃないんでね、本当にやりきれない気持ちになることもあるでしょう。ただ負けないでください。本当に援助を必要としている方たちがたくさんいます。ちょっとこういう話してるとね、終わりがなくなってしまうんで、今日はね2つのメールを紹介しました。この辺で失礼します。